い、それではウェルター級ワンマッチ樋口選手と対戦されます信原選手のインタビューを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは意気込みをお願いいたします。意気込みはそうですね、全然いきますね。でも顔すがすがしくなりましたね。そうですね、なんかもう練習してるけあんまりなんか不安とかないですね、うん。アウトサイダー対抗戦ですが、朝倉海選手も見守る中、プレッシャー少しありますか？ああ、負けたらっていうプレッシャーはあるかもしれないですけど、でもなんかそれ考えとったら何も始まらんなって言ってます。対戦相手は朝倉未来さんに1勝を挙げている選手ですが、オーディションの時に誰よりも早く名乗りを上げた心境をお聞きしてもよろしいでしょうか？心境か、誰よりもなんか あれか、あの時のですか。なんか特に何もなかったっすね。俺が行かなきゃとかいう気持ちが、なかったっすね。あの人強いんじゃんみたいな。じゃあもう一番強い選手と戦いたかったということですか？そうですね、なんか全然、結果強い選手じゃないと殴り合いできんなと思って、殴り合いっていうか、そのこうなんていうか練習の成果を出したかったんですね。すごいです。コメント欄とか絶賛でしたよ。嬉しいですね。目通してないですか？練習ばっかりしてました。素晴らしいです。見てますね。おっす。はい、強い人と決まって良かったですと笑顔でおっしゃってましたが、何が信原選手をそこまで強く成長させていますか？やっぱ海さんとかですかね。海さんが一番強いです。環境だったり、あとやっぱり絶対やらんといけんっていうその自分の意思ですかね。やはり一番はこちら海選手が、そうですね、師匠の、そうですね、師匠が一番強いですか、ね。はい、ブレイキングダウン6に向けて気合い入れてきましたと滝行に行ってましたが、気合い入りましたか？あれ気合い入ったっすね。寒かったですか？マジ寒かった。なんか寒いっていうか、なんか、あのなんか、なんか、なんとも言えんぐらい、なんか心が研ぎ澄まされるんですよ。やったことないのがわかんないんですけど、やっぱり水圧とかすごくて、その水圧で、なんか恐怖感に駆られるんですよ。やべえやべえやべえみたいな、なんか集中しないとというか、だからなんか怖いんですよ。なんか、その水圧でバーって水圧切って、なんか怖いみたいな、だけどやめれないじゃないですか。そうですね、途中 でそこでやめてしまったら、多分それが根性の多分訓練なんですね。どうやって抜けるんですかね。あれはういっつって、あ、そうなんですか。気合で抜けるんです。気合だけ。なるほど、わかりました。はい、それでは最後に明日の1勝へ向けてこちらのカメラへ一言お願いいたします。あ、明日か、もう明日か。そうです、明日です。明日か。まあ明日は明日か、あんま考えてなかったな。1勝を向けての一言。はい、ああ、おっす、勝つしかねえな。はい、以上ですか？うん、以上。わかりました。はい、それでは以上になります。ありがとうございました。やっぱ可愛いですね。ありがとうございました。緊張するな。本当ですか？汗かいた。